こんにちは。カナダ在住の山田です。トランプ大統領暗殺未遂事件、タイムラインを整理、FBI 内部告発が出たということで話をしていきたいと思います。はい。えっと、まず最初に一つお知らせなんですが、あの、この動画撮影しているのが前日でございます。ちょっと金曜日いろ色々とやることがありますので、前日に撮影しています。まあ、なので、えっと、もしこの日にとんでもないでかいニュースがあったとしても反映することができていませんが、まあ、そういう理由がありますのでご理解いただけたらというふうに思います。 で、今回はですね、またあのトランプ大統領の暗殺未遂事件に関する続報をお届けしていこうと思うんですが、あの、この件に関して、まあイーロン・マスクがかなり注目を集めているので、まずその件からいきたいと思います。あの、昨日の動画でもちょろっと口頭で紹介しましたが、あの、X、旧ツイッターにですね、あの、ハッシュタグマガって投稿すると、 こんなのが表示されるようになってるんですよ。そのマガのッハッシュタグの横に、あの例の歴史的な一枚ですよね。トランプ大統領が血に、えー、まみれていながら、あの右の拳を突き上げて、で、後ろには正常機はためいてるってもうとんでもない素晴らしい写真ですよね、えー。これが表示されるようになってるっていうことで、ちなみにこの写真撮った人ってなんかすごかったらしいですね。あの、なんか最新のソニー製か何かのカメラを使ってるらしいんですが、 マニュアル設定でパパパってすぐに設定決めてそれでこの撮影したみたいな感じで、この腕前もすげえなみたいなことで話題になってましたが、まあその話は横に置いときまして、あの、イーロンマスクといえばツイッター社買収することによってアメリカをはじめとする各国の言論の自由を守ったとも言われているんですよね。まあもちろんこの件に関しての第3弾書籍でもちょっとあの、書きましたが、中国とね、すごい関係深いんですよね。 ま、なのでね、あの、中国って言論弾圧半端ない国だし、ツイッターも国民使えないのに政府はめっちゃ使えてるって何それみたいな話なので、その辺の矛盾どうなのっていう気持ち悪さがあるっていうのは否定はできませんが、まあ、でもどちらにせよね、あの、ツイッターがね、X があの、正常化したっていうのは非常に重要なことなんですよね。で、まあ、そういう観点からもあるんですが、あの、今回このね、マスクの多分指示によってこういう粋な計らいがあるんじゃないのかなっていうふうに思います。 で、イーロン・マスクといえば、えっ、ー、と、今までのね、最近の大統領選挙って、オバマに投票して、ヒラリーに投票して、で、バイデンに投票してっていう風に、もうずーっと民主党に投票してたんですよね。ところが、もう2022年の中間選挙のあたりから、共和党側のが、 あの、まともなんじゃないかっていうふうに意見が変わってきて、で、2024年に関してはトランプ大統領に投票すると。ただ、あの、近づきすぎないようにするみたいな話はしていたんですが、暗殺未遂の直後にはトランプ大統領を完全に支持するというふうに発表して、で、このね、数日前の段階ではブルームバーグが報じていたんですが、どうやらイーロンマスクがトランプ大統領のその政治資金団体に多額の寄付をするっていう予定というか計画があるっていう報道があったんですね。で、もうこの報道 報道があった後、この暗殺未遂事件が起きて、その直後には、もうすぐに、あの、やるみたいなね、そういう話になったんですね。で、金額が明らかにされたのが、毎月、毎月ですよ。一回だけじゃないですよ。選挙までの毎月4ヶ月間、7、8、9、10月と4ヶ月間にわたって、4500万ドルを政治資金団体のアメリカパックにしていくと。まあ、なので、四0 4 5 0 0万ドルって、 45億円の67、70億円ぐらいですかで、それを4ヶ月だから280億円ぐらい。本当信じられない多額の資金ですよね。えー、これをしていくと。で、イーロンマスクだけじゃなくて他の億万長者の人もなんかバンバンここに金出すっていうふうに言ってますから、とんでもないマネーマシンがね、出来上がったなっていうふうに思います。で、このアメリカパックってどういう政治資金団体かって言ったら、民主党に対抗して期日前投票の推進をするための えっと、団体なんですね。で、基本的に今のアメリカの選挙ってざっくり分けて2つ、2通り、えー、当日に行う当日投票。これも共和党側の独断上ですよね。で、一方で、その期日前投票の方に関しては、特に期日前の投票所での投票に関しては、これそこまで民主党共和党の差ってないんですが、郵送投票にもどでかい差があって、で、特にその、 えっと、民主党がね、もうめちゃくちゃその組織だって、その票の回収っていうのを行ってるんですよね。で、今回もトランプ大統領をはじめとする共和党側は、もう民主党に後悔させてやるレベルで、大規模な郵送投票をやってやると。 で、それで、やつらにも、あの、もう、これはやめた方がいいみたいな感じにさせてやるみたいなね、そういう話をしているんですが、もうまさにそのための資金がドカンってきたんですね。アメリカパックって今出来上がったばっかなんですよ。で、6月までの3ヶ月間で、875万ドルしか資金集まってなかったんですが、たった1日で、4500万ドルドカンって降ってきて、しかもこれが毎月毎月、で、マスクだけじゃなくて他の億万長者も金出してくるもんですから、 ほども信じられない資金が集まってくるので、まあ、これからの選挙の様相っていうのは本当に今までのその世論調査だけではもう全く見えてこないようなものになるんじゃないのかなっていうふうに思っていますが、まあ、ひとまずまあとんでもないことになりそうだという話です。はい。というイーロンマスクの話は以上にしまして、ここから本題に入っていきたいと思います。 7月13日にトランプ大統領がペンシルベニア州の選挙演説中に銃撃を受けるっていう、ね、暗殺未遂事件が発生しましたが実行犯はトーマス・マシュ・ー・クルックスっていうペンシルベニア州在住20歳の男とされておりますでその場でシークレットサービスのスナイパーによって仕留められていますがこの件に関してね例えばアメリカのメディアでいうとあの土砂欲メディアの MSNBC の,、ね、あのとあるキャスターさんとかあと一部の民主党政治家も言っているやつがいるんですが トランプ大統領の自作自演だっていうね、まありえない陰謀論を言ってる連中がいるんですね。で、これに関しては、あの、スローモーションで見ればもうありえないのがわかりました。本当はね、ちょっと画像を見せ、動画をお見せしたいんですが、暴力的ななんちゃらかんちゃらっていうので、YouTube さん怒られそうなんで僕やめときたいと画像だけにしておきたいと思うんですが、あの、演説のその発砲された直後に、スローモーションで見ればわかるんですが、耳にね、ピンっていきなり赤い筋が通るのがわかるんですよ。 で、まあこれが結局その打たれた時のやつなんですよね？で、これ見ればわかるんですが、あの耳の一部がその完全に吹っ飛んだわけじゃなくて、本当にかすったぐらいだったっぽいんですよ。 ま、なので、えっ、ー、と、おそらく、あと、ちょっとしたらの、どでかいバンドエイド、今、右耳にトランプ大統領をつけてますが、あれね、もうちょっとしたら外れるんじゃないのかなっていうふうに思うぐらい、そこまででかい傷じゃなかったんですね。ただ、どちらにせよ、撃たれてたっていうことに関してはもう間違いない事実であるっていうことは、このスローモーションを見れば明らかにわかりますから、もう本当にああいう左翼連中たち黙っとけっていう話だなって思いますが、はい。まあ、っていう話がありますと。 で、えっ、ー、と、今回のこの暗殺未遂事件に関しては、FBI 本部が支援に乗り出しておりまして、FBI のピッツバーグ、ピッツバーグ支部が、えっ、ー、と、捜査を継続しているんですが、もうこの本部が出てきている時点で、は、もう真実ってあらわからないんだなってのはわかりますし、あとピッツバーグ支部ってこれ前も言いましたが、あの、バイデンファミリーのね、その、悪事を、 もみ消そうとしていたところでもあるんですよね。っていうことから、まあ、これから表に出てくる情報では正直何もわかんないんじゃないかみたいなところはあるんですが、まあ、ただ表に出てくる情報以外に僕たち知るすべがございませんので、まあ、それをね、いろいろね、あの、たぐり寄せていくしかないのかなっていうふうに思いますが、まあ、どちらにせよ、 FBI がこれからいろいろ情報がね、細かに出してくるっぽいっていうことです。で、えっ、ー、と、今回今まで分かってる範囲内で言えるのが、改めてね、言えるのが、その、シークレットサービスの警備計画に、まあ、本当大きな問題があったんだなってことが分かるんですよ。それをちょっと今回まとめようと思うんですが、もうまさにね、起こるべくして起きたことって言えますし、こう、こういうのが起きてほしいなって思ってる勢力が、わざと操作させたようにしか見えないんですよね。 というようなものではあるんですが、これ昨日の動画、おとついの動画でも言いましたが、あの前提としてシークレットサービスがめちゃくちゃ優秀だからっていう前提に立つと、 あの、わざと起こさせたんじゃないかとか、何か計画があるんじゃないかっていうふうに見えてくるんですよ。ただ一方で、その DI みたいな、アホみたいな宗教みたいなことを取り入れてる今のシークレットサービスには、能力のないやつも紛れ込んでるんですよね。まあ、そういうものの結果で起きてしまった可能性もなきにしもあらずっていうことも、一応見方としては必要だと思うんですが、で、今回のこの件に関してね、一個あの僕も気になってた話なんですが、 給水タワーに人影があったんじゃないか説っていう話。ちょっとこれも、あの、簡単に皆さんに解説しておきたいと思うんですが、あの、ここ、この赤で囲んだ給水タワーに、えっ、ー、と、よくその動画で見てみると、なんか黒い人影のようなものが見えて、これ単独犯じゃなかったんじゃないかっていう説があるんですよね。で、ただこの件に関して結論から言うと、あの、人影ではないだろうっていう、あの、答えになるんですよ。 ま、どういうことかっていうことなんですが、えっ、ー、と、拡大するとね、これあの、その、めちゃくちゃ画質悪い理由っていうのが、基本的にこの映ってるのがですね、その、生放送をしていた、例えば RSBN みたいなところ、生放送の左上に部分的に映っていたものをもう、無理やりこう引き伸ばしているものですから、かなり画質が荒く見えるんですね。 で、えっ、ー、と、この中でその人影と言われているもの、結局どれを指してるのか僕もよく分かってないんですが、とりあえず3箇所少なくともあるんですよ。まず1つ目はこのてっぺん。でも、てっぺんに関してはこれはもうどう考えても、えっ、ー、と、太陽から受けた、あの、その影ですね。はい。まあ、なので絶対人間ではございません。で、次に言われてるのはここ。 これは、あの、まあ、ロゴですね。これ、あの、綺麗なやつ見るとこんな感じで星のマークがここについているんですが、そのロゴです。で、えっ、ー、と、残るこれなんですが、これね、多分木の一部か、まあ、影か何かだろうっていうことで、あの、まあ、そもそものところで言うとですね、あの、サイズ感的にね、えっ、ー、と、人ならこれ怪物サイズですわ、この二つに関しては。 で、えっ、ー、と、こっちのこの右下のやつに関しては、人間のようなサイズにま見えなくもないですけれども、ただ、足場になっているのはここにあるんですよ。わかりますなので、どう考えてもこの球体みたいなところに張り付いている状態なんですね。そんなことするのみたいな感じなわけなんですよ。 で、えっ、ー、と、さらに言うとですね、位置的にはこの巨大スクリーンがここにありますから、ちょっと角度的にね、無理があるんじゃないのかなっていうふうに思いますし、あとね、やっぱ向き的にもね、トランプ大統領の耳にかすめるとか絶対無理なんですね。こっちから来ると、角度的にも確実にちょっとでも触れてるイコール、トランプ大統領の脳みそ吹っ飛んでますから、あの、そういう向き的にも、ま、基本的にはありえないかなっていうふうに思います。まあ、なので、えっ、ー、と、少なくとも吸水タワーにおける、その別動判、 いいたんじゃないかみたいな話は僕はちょっとあんまり信憑性がないというか無理のある話なんじゃないのかなっていうふうに思ってますという話もちょっと紹介しておきたいと思います。はいという吸水タワーに関する解説でした。 でですね、あの、内部告発が出たって話を今日タイトルにもしたんですが、7月の18日に事務上段会員司法委員会委員長が FBI 長官宛てにレターを出しました。それによって、複数の内部告発者による情報があったっていうことが明らかにされていました。もちろんね、何か計画があったみたいな、そういう凄まじいものではないんですが、 あの、報道で知られていなかった事前会議の存在が明らかにされまして、えっ、ー、と、2日前の動画では前日に事前会議があったって話をしましたが、7月8日にも2回に分けてやられてたっていうことなんですね。で、その会議が行われた場所が、えっ、ー、と、ウエストペンシルベニアフュージョンセンターって言って、このフュージョンセンターっていうのは、連邦政府機関と州政府の機関が一緒になって活動するときに使われる施設なんですが、まあ、その連邦政府からは FBI とシークレットサービス、 で、えっ、ー、と、州からはその州の警察、ただ地元の警察とかが全部一生一に集まってなんか話をしたらしいんですが、まあそれが2回あったっていうことなんですね。で、重要なのがこの会議であったシークレットサービス側の話で、どうやらシークレットサービスの主任特別エージェントが言うには、この日トランプラリーがあるだけではなくて、ジル・バイデン、ファーストレディの警護もあると。 で、さらに、NATO サミットの警護もなんか必要だってことで、ちょっと日程ずれてんなって僕は思ったんですが、まあ、多分 NATO サミットが終わった後も、一部の首脳か何かが残ってたんですかね、ワシントン DC 付近に。ちょっとよくわかりませんが、そっちの警護にも結構な人員が裂かれた状態になっている。なので、えっ、ー、と、このトランプラリー及びジル・バイデンラリーに関しては、人員がかなり限定されるっていうことが通達されて、イコール人が足りませんって話が出てたってことなんですね。 で、今回のレターでは、その話を聞いて FBI は何かしらのアクションをしたのかと、何かその、えー、応援を送ったとかそういうことをしたのかっていうようなことをジム・ジョーダンさんは聞いているんですが、これに加えてね、ワシントン・ポストが報じていたのが、どうやら地元警察はシークレットサービスに対して人員不足ってことを通達していたらしいんですよ。つまり今回このトランプ大統領の場にいた、あの全ての警備っていうのは全員が口揃えて、 人が足りねえって言ってたんですよ。シークレットサービスはシークレットサービスで他にも人員咲かないといけないので人が足りませんと。 でえ、基本的にそうなった場合は地元の警察とかに補填をしてもらうんですが、そこも足りないって言ってたわけなんですね。なので今回その人員不足の状態であのラリーになったっていうことで、あの屋根上の話一昨日しましたよね。そのシークレットサービスの長官が、なんであの狙撃手が使った屋根上に人配置しなかったのかって聞かれて、それに対して長官が言ったのが、いや、すげえ傾斜で斜めってて危ないから、滑りやすくて危ないからみたいなトンチンカンなこと言ったんですが、代わりにその建物の中に スナイパー配置するしあと外に、えー、とパトカーとあと警察官を配置することによって不審人物が近づかないようにしますみたいなそういう計画だったらしいんですねところがこの地元警察にそのパトカープラス警察官の配置ってのをお願いするはずだったんですがそれもできてなかったと。 で、結果として穴ができた。で、その穴を、こうやって今回使われてしまったっていうことで、もうこういうね、警備にどでかい穴がある状態で話が進んでたっていうことなんですね。で、さらにね、この事件発生までの状況をタイムラインで整理していくと、改めてこれ、現場責任者出てこいっていう話になってくるんですよ。 えっと、タイムライン整理していきたいと思うんですが、まず、7月3日にトランプラリーのペンシルベニア州ラリーが発表されました。で、7月8日に、えー、さっき言ったシークレットサービス、FBI、地元警察などの会議がありました。で、どのタイミングかわからないんですが、地元警察がシークレットサービスに対して人手が不足してますってことを報告していました。で、えっ、ー、と、マシュークルックスが、えーと実、実行犯のトーマス・マシュークルックスは、7月12日の前日に射撃場に行っているっていうことが確認されています。まあ、なので、明らかに練習しています。 いますよねで当日なんですが当日の午前中、えー、クルックスは、えー、とはしごをホームデポで買ってでその後近くの武器屋に行って銃弾を購入で、えー、とラリー会場に行きましたとでただ3時頃にですねあの金属探知機を絶対通らないといけないんですがそこで多分この距離計だったと思うんですが、えー、それを持ってたことによってあの不審人部扱害されてそこの場で止められていると。 で、まあ、結局その後クルックスは、あの、警備員からその、見失われてしまうわけなんですが、5時10分頃、警察の間ではこのクルックスっていう人物が要注意人物ってことで認識され始めていたらしいんですね。で、えっ、ー、と、5時30分にはその距離計を使用しているところを、えっ、ー、と、地元警察のスナイパー部隊の一人が、えー、その、例の狙撃に使われた場所の、えっ、ー、と、何でしたっけ、建物の中からクルックスが距離計を使っているところを目撃していたと。 で、えっ、ー、と、その20分後にはまたクルックスがその周りをうろちょろしているところを見て、写真を撮って、シークレットサービスに写真付きで、不審者がいますってことを報告しました。で、その1分後には、シークレットサービス全体に不審者の報告があったっていう情報が入りますと。で、どのタイミングかわからないんですが、えっ、ー、と、どこかのタイミングで、あの、交通整理をやっていた地元警察、少なくとも2人以上が、えっ、ー、と、その、 交通整理一回やめろと。じゃなくて不審者がなんかうろちょろしてるらしいから、そいつをつ捕まえに行くぞみたいな感じの応援に回らされていたらしいんですね。ということで、もう全力で実は裏ではクルックス探しっていうのはされてたっていうことなんですが、そんな中6時3分にトランプ大統領の演説が始まりましたと。で、6時9分頃には多くの人が、おいおい屋根の上にあのライフル持ったやつがいるぞみたいな感じの通報がもう多発します。で、その2分後に発砲があったっていうことなんですね。で、 この件で一つもうタイムライン見ればよーくわかるのが交通整理していたその警察官をクルクス捜査の捜索の応援に回すほど必死に不審者を探していたさなかなんか距離計使ってる変な奴がいるってのがわかっている中不審者いるぞって警察シークレットサービスがみんな言っている中トランプ大統領そのまま壇上に行かせてるわけなんですよ これ、あの、演説中にね、発覚したってなったら、これ、さすがに中止させるのどうなのみたいな感じになるのは、わからんでもないんですけれども、これ、別に、ちょっと大統領、もうちょっと待ってくださいと。変なやつうろちょろしてるらしいので、安全確保できるまでお待ちくださいって、なんで言わなかったんだって話なんですよね。 なんでこれその現場責任者としてトランプ大統領のゴーサイン出したのは一体全体誰なんだっていうことが今回のこのタイムライン整理するとよく見えてくるんじゃないのかなっていう,ふうに思います。 というような感じで、あの、改めてね、その、不自然なまでのセキュリティの甘さっていうのが露呈してたっていうのが、今回の一件だったんですが、で、その実行犯とされているトーマス・マシュー・クルックスなんですが、結局まだね、動機がよくわかんないってされたまんまなんですね。その、スマホが押収されて解析進められているんですが、今のところわかっている話をすると、保存されていたその画像のフォルダーの中に、トランプ大統領の写真があったと。 で、他にもバイデンの写真があるし、あの、ガーランド司法長官の写真、あと、クリストファー・レイ FBI 長官の写真もあったりとか、あと、イギリス王室のメンバーの写真もあったと。まあ、イギリス王室の話は横に置いといて、まあ、明らかにアメリカの政治家関連にかなり注目している感じですよね。で、これ日本でいうところの、 法務大臣、もう今僕誰か知りませんが、法務大臣の写真とか、あとは公安調査庁の長官かなの写真とかをなんか、フォルダーの中に入れてるって話なんですよ。か誰か正直わかんないでしょ、みんな <laughs> で。っていうぐらい、あの、あの、まあ、ね、法務大臣多分皆さんご存知かもしれませんが、公安庁、公安大臣公安調査庁長,長官ちょ、ごめんなさい。なんて言えばいいのかわかりませんが、っていうのは誰かなんて、もうよくわかんない人の方が多分圧倒的多数だと思うんですよ。 っていうことを考えると、やっぱ、クルックスのこの動きっていうのはちょっと変な感じはしますよね。で、政治的なその偏りがないように見えなくもないかなと。で、検索履歴を見てみると、トランプラリーを調べていた他に、民主党全国大会の日程調べていたし、あと、バイデンの選挙イベントも調べていた。あと、なんか、うつ病に関する検索もしてたっていうことなんですが、まあ、こういうようなことが出てきておりますと。 いうことで、まあ、いまいちあの何がきっかけでこうなったのかがまだよくわからんという感じのようですね。であとですねあの、クルックスの車の中で爆弾の,あの遠隔装置が発見されたということであじゃない、爆弾が発見されて、でクルックスのポケ,ポケットの中から遠隔装置も見つかったとっいうふうに報じられているんですが、これ、あの主に、ね、花火に使われるものだそうです。一般に市販されていて、12個セット192ドルで販売されているらしいんですね。なので、別に入手困難でもないと。 で、中に使われていたその道具に関しても別に入手困難なものは一切なかったっていうことなので、 まあ、あとはそれをどうやって組み立て方とかを知ったのかっていう点では、あの、プロが関わってたかどうかっていうところはまだわかりませんが、まあ、ひとまず、あの、材料に関しては手に入れようと思えば誰でも必ず手に入れられるようなものだったということが報じられていますということです。はい。ということで、あの、まだまだ謎が深い事件なんですが、また続報が出てきましたら皆さんにお届けしていきたいと思います。ということで、今回の話は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、あの、夏の、えー、ジャガデブ君たちですね。えーと、ちょっとね、日が落ちてくるとこれめちゃくちゃ めっちゃ涼しいので外でゴロゴロしているのが最近彼らの日課なんですがえ可、ね、いい兄弟でお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします